はい、じゃあ始めます。はい、はい、じゃあ今日は、皆さんに、正しい優しさ、本当の優しさについて、深く掘り下げてお話をしたいと思います。あの仏教で四無量心という、教えがあります。この四無量心という教えは、大乗仏教にしてもまた、南の方のですね、南アジアの上座部仏教ではですね、全仏教に共通した、もちろんチベット仏教でも説かれています。世界の全ての仏教で共通して説かれるとても大切な教え、心を四無量心と言います。私たちが生きている目的はですね、幸せになるためです。この幸せといったらですね、この四無量心の心を持つこと、こういうことができます。で、この四無量心を、ね、実践していく、これがですね、皆さんがこの世から未来にかけて幸せに生きるまた道であり、これがまたこの悟りへとですね、究極の解脱、悟りへと近づけるまた心であり、また教えでございます。これ四無量心と言いますのは、4つの限りない心と書きます。まず4つ、まず皆さんに知ってもらいたいのはですね、仏教でいう優しさとね、つまり仏教の愛と言われるものと、一般社会で普通一般で理解されている愛との違いをですね、まあ、今日はまず知ってもらいたいと思いますよね。そして仏教の愛、まあ、仏教で言うのはこれは慈愛と言います。普通で慈愛、仏教で言われる愛は私たちのラブ、ね、英語ではラブですけど、それとはね違うんですよね。またこの違いを知ることによって幸せということもですね、分かれてきます。で、この四無量心といったら、正しい優しさ、本当の優しさをですね、慈、慈しみの心、悲、悲しみ、哀れみの心、喜、共に幸せを喜ぶ心、舎、ね、無執着な、平静な、敵味方を分けない心、と4つにですね、正しい優しさを分けて、これを皆さんが育てていくことが、皆さんがこの世から未来にわたって幸せになる心であると。こうお釈迦様ですね、教えておられます。で、この愛という言葉はですね、非常に聞き心地がいいんですね。非常に愛というのはラブといって、いい言葉なんですけども、定義が曖昧なんです。仏教はっきりね、どんな言葉にもね、しっかり定義というもの、定義といったら物差しね、はっきりどういうものかを説くんだけどもね、我々が理解している愛はね、漠然としている、ね、はっきりしないところがありますね。例えば愛といってもね、男女の愛とか、ね、あるいは、まあ、人間愛でもね、いろいろちょっと問題のある愛が多いんです、まあ、そこでまず仏教ではね、仏教で説かれる慈愛、慈しみの愛情と、ね、一般社会の私たちが理解している愛との違いをまず簡単にね説明しましょう。まず仏教の愛といったらですね、対象がまさに無量なんですね。生きとし生けるものを対象にする、まあ心といったら必ず対象があるんですけどね、ここにまず無量とありますけどね、これ無量の意味は2つございましてね、無量というのは限りないと書きます。無量の人々を対象にするのがこの慈悲喜捨というね、心なんです。無量の人々、限りない人々、この大宇宙にはですね、人間だけじゃない、ね、動物たちもいる、また目に見えないですね、地獄ガキ天上といってですね、我々がまだ認識できない生命もあるんだと、こう教えまして、その生きとし生きるもの全てを幸せにするのが仏教なんです。で、全ての人に対して差別なくですね、愛情を注ぐ、幸せになってもらいたいという気持ちを持つ、ね、これが、ね、幸せであり、それが真の愛であると。まず対象は生きとし生けるものを対象にする。だから仏教で言われるですね、これ慈悲喜捨にはですね、成長したらこれ大がつくんです、ね、大慈、大悲、大喜、
大社といってね、この大というものがついたら、これ仏様のまさに、慈愛になります。今私たち仏じゃありませんけどもね、ここを目指していくのが仏教なんです。それに対して私たちはですね、まあ、せいぜい頑張ってね、人間だけを対象にするんですね、まあ、それでも素晴らしいですけどね、一応人間を対象にした愛情で、いきなりキリスト教がね、まあ、素晴らしい宗教という人がいてもね、動物は入ってないんですね。聖書によれば、ね、動物は人間の食べ物のために神様が用意したと。だから別にそんなね、罪悪感なしにね、平気で、動物を殺すことができる、人間の食べ物として神様が用意されたんだからと、こういう理屈で人間に対する慈愛というものが、ね、普通はないのはね、まあ、そういう考えかもしれません。でも仏教は輪廻ということがあってですね、かつては私たちは動物であったかも分かりません、ね、今はたまたまね、違うだけであって、だから仏教ではね、まあ、なかなか動物まで気持ちを起こさない人が多いですけどね、でも仏教はね、同じ生命だということで、ね、平等に、まあ、慈愛を持てばいいですよ、持った方が幸せになれますよと。でこの対象が ね大きければ大きいほど無料の福徳が得られるんです、ね、一人を対象にするよりもね、まず武器の言葉があって、ね、順番があってね、まず私が幸せでありますようにから始めてね、私の親しい人々が幸せでありますように、まあ、ここまで私たち思えるんですけどね、この最後、生きとし生きるものが幸せでありますように、これはなかなか思いませんけども、でも思えるように持っていくのが仏教なんです、ね、まあ、最終目標は ねこの四無量心の心まで育てるのが仏教の究極のゴール、到着点でございます。だからですね、この心が育っていくとね、最初は対象がね、身近な人だった私たちがですね、広がることによって差別心も、ね、弱くなり、ね、争いをする、ね、正義にこだわってね、相手をね、もう痛めつけたり、今ウクライナのあんなことをする気持ちはね、減っていくんです、正しく仏教が理解できたらね。そしてこの幸せを思う、ね、分だけあなたの幸せは増えると。この四無量心を起こせばですね、無料の人々を対象にするね、優しい心ですから、当然あなたに無料の福徳、福徳とはこれ幸せです、幸福の福ね、徳はこれ善が習慣化したもの、ね、いわゆる幸せのことを仏教の言葉で、ね、福徳という言葉がお経にあるんですけども、ね、無料の幸せが得られると。だからね、この頃起こせばあなたも幸せになれるし、周りの人も幸せになれる、まあ、ここまで持っていこうとするんですね。で仏教は本当のね、慈悲喜捨というのはですね、本当は生きとし生けるものを対象にするのが本来の慈悲喜捨なんです、本当はね。でもそんななかなかわからないんで、最初はちょっと大のことは言いませんけども、本来仏教はね、差別心がなくなったらあなたから完全に苦しみはなくなります。この差別心ね、これ仏教で分別心と言いますけど、これ4番目の社に匹敵するんですけどね、敵味方というもののね、区別差別をなくしていく心なんです。それがあるから私たちは苦しむんだという言い方も仏教で教えますね。対象は生きとし生きるものを対象にする、すべての生命は平等であると、平等思想に立つのが仏教であります。でも一般の仏教以外の宗教や一般の私たちの考え凡夫はですね、せいぜい頑張っても人間のみであり、動物にはね、注がれない。でも人間だけでもね、すごいですけど、でも人間でもね、ユダヤ教ならばユダヤ人だけとかですね、まあ、セミ層にもありますよね、選ばれた民とか、あるいは黒人を差別するとかですね、同じ人間でも肌の色で差別したりいうこともこれ問題ですよね。やっぱり対象というもの、だから愛でもですね、私たちの愛は不完全なんです。だから仏教ではですね、大慈悲と小慈悲ということも説いてですね、やはりこの違いを木彫りにしていくんです。まあ小ね、小さな慈悲を持ってるだけでも素晴らしいんですけどね、
実際はこのない人もいますから、今のプーチンみたいにですね、もう本当に慈悲どころあるのかと思ってしまうような感じなんですけど ね。でもね、仏さんと比べたらまだまだ私たちは小だと。でも小慈悲からだんだんですね、小から中慈悲、中から大慈悲と、こういうような大きい教えが仏教にございまして、この心まで持っていくのが仏教なんですね。まず一つ目の違いは、対象が生きとし生けるものが仏教の慈愛でありますが、一般の我々はせいぜいね、自分の都合のいい人、大体自分の都合のいい人しか愛情を注ぐことはできない。都合の悪い人ね、味方ならば愛してあげてもいいけどもね、ね、敵になったら逆にね、嫌いになって痛みつけても平気だと、こういう気持ちになる。これは次にちょっと関係してきますけどね、仏教で言われる愛は見返りを期待しないですね。いや本当に純粋というかですね、見返りを期待しない善の方があなたは幸せになります。これ見返りを期待した愛 の方が幸せの程度がね、低くなるんです。伏せてもそうですよ、見返りを期待せずにやった方が一切返ってくる幸せ大きいんです。逆にね、思いっきり期待していたらね、そんなに幸せね、まあ返ってこないことはないけどもね、下がるんです。本当はもう純粋にね、もう見返りなしでやった方が幸せになれる。仏教はそのね、純粋な、これ仏教で無漏と言いますね。炉はこれ漏れ出ると書いて、これは煩悩を表します。執着を表します。執着のない心、無執着ね、この心が幸せを生み出すんです。だから善ならばやっぱりね、見返りを期待しない善、これが仏教の教えるね、また愛なんですね。愛でもね、見返りを期待しないね、これがあなたを実は幸せにするんです。でも私たちは現実はね、虚しき心がありましてね、自我執着心があるためにどうしてもですね、自分の、ね、欲目とかね、あるいは都合でね、相手を選んだりして、どうしてもね、見返りを期待する、ね、見返りがなかったら逆にね、腹が立つんです。お経にはこうあります。愛憎一如という言葉がありますね。愛憎一如、愛と憎しみは一つのことし、我々はね、まあ、愛は確かにあるんだけどもね、ひとたびね、裏切られたら憎しみに変わるんです、ね、俺はこんなにお前のことを愛してあげたのにね、いろいろとね、物をあげたりね、心も注いであげたのに全然返してくれない。そうするとね、腹が立つんです。だから憎しみ、ただね、愛すれば愛するほど裏切られたらね、憎しみがものすごく強くなるんです。これが悲しきかな人間の心の実態ですね。これ仏教をよく知って、まずここを自覚してしないと、これはね、減っていけません。世間ではこれを可愛さ余って憎さ100倍とこう言いますけどね、これが我々の実態だからね、愛憎一如といってね、これ仏教ではウロと言いますね。漏れ出るもの、これ執着ね、煩悩のことを仏教で漏れ出るものという一字で表します。漏れ出るもの、煩悩がある、ウロの善、こっちはムロの善、お礼を期待しない善が素晴らしい善であり、で私たちはね、どうしてもお礼を期待する、ね、見返りを期待する善、これがあるためにいろいろね、せっかくの善が汚れてしまうと。まずこの違いをね、お釈迦様はここは解いたら多分ね、仏教しかないかもしれませんね。まあ善悪までは解いてもね、善と悪は解いてもね、善の中にね、二つあると解いたらね、仏教だけかもしれません。同じ善でもね、純粋な善とね、純粋じゃない善をはっきり分けて、ね、こっちよりもこっちの方がいいですよと、ね、こう教えるんですね。誠の愛といったら見返りを期待しない善、ね、まあ、こっちを目指していくようにね、心を成長させていく、ね、初めはなかなかできませんけどね。でもね、私これ仏教のすごい、やっぱりね、これを皆さん理解してね、実践していたらね、これがちょっとずつね、できることがありますから、ね、最初からね、できませんと思うんじゃなくて、教えを実践していけばだんだんね、仏様の頃に染まっていきますからね、できないこともない、ね、いつもできたらすごいですけど、いつもはなかなかできませんけどもね。でもこれを目指していくのが仏教ですから、ね、まあ、心が豊かになればだんだんこれもね、仏教では
できるようになりますよと教えるんです。で3番目ね、相続するか相続しないか、仏様の心はね、誠ですからね、ずっとね愛続くんですね、愛情が、人間でもせいぜいね、人間の場合で、ね、親がね子供に対する愛情がね一番純粋だと言われますけどね、一番近いと言われますけどね、それではやっぱり完全じゃありませんけどもね、一番ね最後まで見捨てない、例えば皆さんもし刑務所に入ってもね、来るのはやっぱ親なんですよね、もう普通の人はもう来ません、都合悪いから、もうあんなやつは友達じゃないね、えもう親戚なんかじゃないと言ってね、普通見捨てますけど、でも親はね、たとえ自分の子供が刑務所に行ってもね、ね迎えに行ってあげるのは親なんですよね。で割とこれに近いというか、親でもやっぱりね人間ですから、見捨てたりすることもあります。でも理想はね、相続する、ずっと変わらない心、愛情がね、その人を見捨てない、仏教ではね、その人を絶対見捨てない心、ね、向こうは私を切ってきても私からは切らない、この心が実はね幸せになるんです。仏教で由識といってね、自分が人をねバンバンね責めたりね、平気でね切っていくとね、周りからねもう切られるようにね感じるんですね。今プーチンさんの顔見たらもう悲惨な顔してますよね。もう有識でものすごい苦しんでるんですわ、あれね。だから本当にもう人は責めてなくてもね、責めてるように感じるんです、自分がそういうことをやってたらですね。だから自分の発信したものが世界を通して帰ってくる、これが有識という真実です。皆さんが見る世界はね、自分の心が生み出したもの、感じるのはね、心が発信したものがそのまま跳ね返って、帰ってくる。だから皆さんが、ね、今日の話に言ったらね、4つの心をねいつも発信していったらね、幸せな世界が生み出され、ね、この世も未来も幸せになれる、そういうね教えがこの自力者の教えなんです。それを相続するね、この心をずっと保ち続ける、ね、これが、仏教で教えられる愛でございますね。本当の愛、ね、正しい、ね、優しさで、私たちは残念ながらね、愛情があってもね続かない、ね、誠がないからですけどね、だからなかなか幸せにはなれないんですね。愛情があっても続かない。で最後の特徴は、ね、知恵に裏付けられた慈悲であると。仏教の愛はね、知恵に裏付けられた慈悲、これ愛といったらね、これ仏教ではね、漢字では同じ愛ですけどね、こっちは善の愛、こっちは悪の愛ということでね、愛でもね、割愛の場合はね悪なんです、執着という意味でね。でこっちは慈愛といって純粋な愛だから、これが善なんです。同じ愛でもね、仏教ではね、この執着の意味で使われる愛と本当に慈悲の意味で使われる愛がありますからね、もともと言葉が違いますから、ただ漢字ではね同じ愛ですけどね、使われている場所によってこれは執着の愛と、あと慈愛の愛とね、使い方が分かれてますから、参考までに。で誠の愛、仏教で言われる慈愛はですね、知恵に裏付けられた慈悲、この慈悲と知恵はですね、コインの表と裏のようなもので表裏一体なんですね。だからもしあえて言うならばね、この舎がね知恵に当たると言ってもいいかもしれません。必ず慈悲にはね絶対知恵が裏にあるんです。二つ揃って人々を救えるし、私も幸せになれる。例えばね、医者で言ったらね、助けてやりたいという慈悲はあってもね、助ける力がないとね助けられないんです、ね、逆にね、自分は医者であってもね、慈悲がなかったらね助けられないんです、ね、助ける力はあるけどね、慈悲がない、あんなやつは憎たらしいから助けてやらんという人もいますからね、それは慈悲がないからです。だから両方必要なんです、人々を救うにはね。ただ仏教で幸せと言ったらね、いわゆる慈悲と知恵と言ってもいいんです。二つ揃って仏様ですけどね、菩薩様ですけども、ね、知恵と慈悲はね表と裏なんですね。で私たちの、慈悲はね盲目なんです、ね、知恵がない慈悲なんです。だからね、
幸せにしてあげたい頃あってもね、幸せにできないことがある、裏目に出ることがある、ね、仏様ならばね、知恵があるからね、失敗がないんですね。ただやっぱりね、冷静に考えてね、あの慈悲でもね、あの施しても考えるんです。ただお金があるからといってね、ただ物さえ渡せばいいんじゃない、ただお金さえあげればいいんじゃないんですね。例えば困っている方がいても、本当にその人のためになる、その人が心の成長につながる、その人の幸せにつながるような、ね、施し方があるんですね。知恵があって、初めて自身も生きてきてね、幸せになる。例えて言ったらね、子供が可愛い、子供の願いを叶えてやろうと思ってね、ね、子供がお金欲しがるからといってね、たくさんのお金渡したら余計にね、働けなくなって、余計にその子供をですね、いわゆる溺愛し、子供をダメに育ておるという歌があるんですけどね、溺愛したためにね、子供を余計にね、道楽者、ダメな人間にしてしまうことがあります、ね、だからこれ知恵がないためにね、お金さえ渡せばいいわけじゃないと、ちゃんとね、知恵を持って、ね、知恵と慈悲が揃って初めて私たちは自分も幸せになれるし、人をも幸せにできるということで、ここを仏教では説くんですね。我々にはですね、盲目の慈悲、ね、知恵がないためにいくら助けてあげたいと思っても助けられないのはですね、慈悲がないからなんですね。例えばこれ難しいものでありますけど、例えば報復ということですよ ね。でも仏教報復はね、うまくいかないんですが、余計にね、この負の連鎖を引き起こすからね、それはね、まずいんですよね。でも人間はやれだやり返せ、これが正しいと思ってね、人間は報復合戦するからね、もう泥沼にはまってね、苦しみから離れることはできないと。これ一例ですけどもね、やはり知恵と慈悲が揃って仏教なんです。で仏教ではまずね、仏教で言われる正しい愛というものはですね、これがね、仏教で言われるね、優しさ、ね、ね、慈愛だと。でこれは私たちのね、愛ね、本当の誠じゃない。だから大きく分けたら大慈悲と小慈悲と、こういう言い方をね、仏教ではすることがあります。でさらにね、今のあの日本語、今の言葉でもね、もう愛の一義で簡単にね、表しますけどね、仏教では4段階ね、愛というものね、優しさというものをですね、4つに細かく分けてね、我々に教えられた。これは私ね、さすがブッダの知恵だとね、私は感銘を受けました。それ今からね、見ていきましょう。まずね、慈悲者の一つ目、慈悲の慈でありますけどね、まず慈悲という言葉ですけどね、日本語ではね、二字が一つだってますけどね、正確に言いますとこれは言葉の意味が違いますからね、まあ、日本語では2つの字語が言葉があってもね、同じ意味でね、理解することがありますよね。まあ漢字でもいろんな意味がありまして、ね、でもこの慈悲というのは本来は慈と悲は違いますから、ね、同じ意味じゃございませんからね、これもこの際ね、皆さんに知っておいてもらいたいと思います。お釈迦様はっきりとね、分け取られますから。まず字はですね、お釈迦様が実際使われた言葉としてはメッタと使われました。メッタ、ね、サンスクリットではね、マイトリーというんですけどね、これ覚え出す方としてはね、弥勒菩薩マイトレイヤというんですけどね、インドの言葉ではマイトレイヤ、ね、弥勒はね、慈の菩薩なんです。お経にはね、慈悲菩薩というんですけど、字にね、宇治を書いてね、慈悲菩薩というんですわ、弥勒はね、まあ、漢字で書いたらまあ、これ分かりませんけどね、弥勒ね、まあ、こんな字書きますけどね、ミート6には意味はございません。意味は慈悲菩薩とこうお経に書いてあるんですね、大無量寿経にね、慈悲の宇治と書いてね、いや慈悲の人なんです、このマイトレイヤ。弥勒と言ったらお釈迦様の次にね、仏になる方を弥勒と言います。弥勒はまさにね、慈悲の慈の菩薩なんです、ね、全ての人を幸せにしたい、ね、この慈と言ったらですね、意味は
まず読み方はこれ慈しみと言いますね。慈しみ、ね、意味はですね、友情という意味ですね。友情、ね、友情とはやっぱり同じ目線、友達 ね見返りを期待しない、これが本来の意味ですよね。友情が語源というか言語、ね、元気、ね、本来の意味は字と言ったらこれはメッタ、マイトリーは友情という意味です。でこれをね、意味を明確にするために中国ではですね、余楽という字で表すんですね。余楽、余はこれ与える、楽はこれは幸せでございます。幸せを与えたいという心、これが友情なんですね。お前に幸せになってもらいたいという ね皆さんに幸せになってもらいたい、これ慈しみといったら、ね、幸せでありますようにという心が字でございますね。これは人に向けたものは必ず有識だからね、自分に向けたのと同じなんです。仏教ではね、相手は自分だと教えて、相手に人に対するね発信した感情はみんな 100% あなたにやってくると、こう仏教で教えますからね。だからこのまずね、発信するこれで一番やっぱりいいのはね、この4つ、これが一番ね、最高善というかです、これが素晴らしい心としてお釈迦様はですね、教えられます。まず友情の心を持ちましょうと、ね、余楽、幸せを与えてあげたいという心を持ちましょうと。でこれを皆さん実践したらね、すごいのはね、貪欲、むさぼりがねどんどん減って減って、やがて断ずるところまでいけると、本当になくなってね、悟りまでいけるんです。まあ、断ずるって難しいですけどね、実感が減っていきます。そうそうでしょ、自分のね幸せを与えようということですから。ただむさぼりは当然減りますよ。与えない人はね減りません。俺だけが幸せになったらいいという頃ではね、人になんかお前どうでもいいと、こんな感じですから。ただ当然むさぼりは減りませんよね。必要なものがあればいいと、必要以上のものがものあったらね、皆さんと共に分かち合いましょうというね、まあ、そういう優しい心ね。字を実践すればお経にはですね、あなたのむさぼりの心が減り薄くなり断ずることができますよと教えるんです。でこの字の心をね、分かりやすい言葉で言ったらね、お釈迦様にはね、いろんなね慈悲の瞑想の言葉がいっぱいあるんです。で一番オーソドックスなのがね、幸せでありますようにという心 ねまず私が幸せでありますように、ここからスタートして、ね、私の親しい生命が幸せでありますように、そして、生きとし生けるもの、ね、全ての人々が幸せでありますようにという心ですね。まあ、このね、この段階でこのようにね、広げていけばいいと教えるんですね。ちなみに善幕の記事もそうなんですけどね、善とは何かといったらね、私が幸せで周りの親しい人も幸せで社会の人にとっても利益をもたらす、3つ揃って善なんです。悪はその反対、ね、これに基づいて仏教ではね、この自主の実践する、ね、方法としてね、まず自分から始めて、これ自分に対しては一番ね、これスーッと入りますから、ね、で親しい人まではできますね。まず私が幸せでありますように、次に私の親しい生命が幸せでありますように、で最後の3番目だけはね、ちょっと空回りする可能性ありますけどね。でもここまでね、何回も何回も念ずることによって、やがて思えるようになりますよというのが一応仏教なんですわ、最終目標ですけどね。そこは言ったら本当にもう悟りと言えますけどもね。でまず一つ目が第一段階の、正しい優しさを義と言いますね。で次にですね、2番目は非カルナーとお釈迦様おっしゃってますね。カルナー、この非はね、まあ、悲しみという感じなんですけどね、これはできればね、憐れみというふうにね訓読した方がいいかもしれません。憐れみ、まあ憐憫という言葉なんですけどね、憐憫、憐は憐れむ、憫も憐れむで、ちょっと難しい感じなんですけどね、憐憫、憐れみ、これがこのカルナーの元気ね、元の意味でございます。これはですね、同情という意味ですね。同情、
人の苦しみをですね、あれほっとけない、苦しみ悩みが、ね、悩み苦しみがなくなりますようにという心ね。今では普通は思いますよね、ウクライナのああいう現状を見たらね、なんとかねならんもんかと、苦しみをね抜けてほしいな、まさにバックなんです、苦しみが抜けてほしい、苦しみを抜いてあげたいね。まあもし同じ立場だったらどんな辛いだろうかということでね、同情の心ね、バック、苦しみが抜けてもらいたいという心ね、これ実は素晴らしい心であり、これが実はねこの心があるからね、あなたの苦しみもね抜けるんです。不思議ですけど、この心を持つことによってね、あなたの苦しみもね解決できる心でもあるんです。でこの言葉またね、うめきとかね痛みという意味もありますね。いろんな役ありますけど、痛みとかうめき、ね、それをね仏様がね自分のことに感じてですね、本当に抜いてあげたいと思うんです。これがカルナ、ね、悲しみですけども、哀れみ、ね、同情、痛みとかうめき、ね、苦しみを抜いてあげたいという心、これ素晴らしい心でありますと。でこれをね起こしていく、これをね訓練していく、この心を育てていけば、すごいのはですね、私も実感ございますけど、怒りがね減っていきます、怒りがね弱くなっていきます。でやがてお釈迦様はね、断ずるところまで行くとおっしゃるんです。これちょっとレベルが、これはもう悟りでもね第2段階第3段階ですけどね、夜か一来か不言かというところまで行くと、本当に貪欲心理がね断ずるところまで行くのは第3段階ですけどね。でも一応ね仏教ではねお経に書いてます、これ皆さん本当にね実践したらね、悟りのね第4段階のアラカンの一歩手前の不言化と言いましてね、あの大乗で言ったら51段に相当するね、魅力に等しい悟りね、そこまでねいけると書いてあるんです。これ実践やったならばね、だからこれ昔から一番ね仏教徒でね実践されてきた修行の徳目です。でこれはね我流でやってもね副作用ゼロ、失敗してもね副作用はございませんから、他の名詞はちょっとね副作用が起きる可能性あるんです、我流でやったら。でもこれは皆さんいくらで自分で我流でやってもね変なことは起きませんからね、副作用はゼロですからね、一番おすすめできるね瞑想なんです、ね、まさに百里やって一概もなしみたいな感じで、ね、本当に副作用出るんですからね、これは一番おすすめできるね仏教でいう瞑想法なんですね。これいつでもどこでも誰でもできる、場所を問わず時間を問わずね誰でもできるというので、昔からねこれが一番私は多く勧められてきた感じを私はいたします。例えばこれを聞いて一番ね仏教の学問で一番私はこれ感動した話なんで、今日はこれをね、参考記に分けてね話する予定ですけどね。まあこの2番目がこれね、私もこれ減ってきた実感があるからね、本当にそうだと思います、ね、で言葉としてはですね、ね私の悩み苦しみがなくなりますようにからまず始めて、次周りの人、私の親しい生命の親しい人たちの悩み苦しみがなくなりますように、そして生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますようにという心ね、ここまで広げてくださいと釈尊の、教えでございます。で実際にはだいたいこの2つぐらいまでしか皆さん知りませんけどね、でもね仏教ではね、まあ、これねいろんな視点があってね、いろんな教え方があるんだけどね、これをだんだんねレベルを上げていくような言い方で説かれているところもあるんです。優しさの4段階といってね、だんだんねレベルはね高くなっていくと、そういう感じも感じのする説かれ方もあるんです。だから3番目4番目ね結構レベルが高いというふうにね思う人もあります。記者という言葉ね、これ実は日本語にあるんですよ、記者、伏せることをね日本語でね記者というんです。喜んで捨てますよですよね、伏せることを記者という言い方、ご記者という言い方がありましてね、でも本来の意味は今から言うのが本来の意味です。
そこからね、伏せるような意味でこれを日本語では使うようになったんですけどね。本当にも意味から言いますね。喜、これは文字通り喜びですけどね、この喜びはですね、ムディタといって非常にちょっとレベルの高い、人が幸せになっていたら共に幸せを喜んであげる心、これはね、嫉妬が本当ね、なくなる頃でありね、これはなかなかちょっと起きにくいんです。まあ、我の強い人にとってはね、この我の強い人はなかなかね、人の幸せを見たり聞いたりするとね、普通はね、妬みが起きるんです。普通の人間はね。でもこれはね、幸福スペース、この頃あれではね、絶対幸せになれない。だ仏教では、生涯かけてでもね、この嫉妬の頃はね、なくしていくべき課題としてね、お釈迦様は教えておられます。でこの嫉妬をなくす ね最良の解毒剤ね、最良の、ね、解毒剤がこの、ね、ムディターの心だとおっしゃるんですね。ムディターの実践、日本語ではね、随気という言葉が多分ねそうだと思います。これもちょっと日本語でね、ちょっとこの意味とは違っている感じがするんですけどね、日本語にありますよね、随気ね、随気しましたと言いますよね。あの気はね、本来は人の幸せを我が事のように喜んであげる心、随気というふうにね、多分そういう言葉で本来は使うべきなんです、お経を読むとね。でも意味はだいぶね、変わってしまった。日本語はだいたい言葉はもともとなかったから、あんまりね、だから仏教の経典からいろんなね、言葉をね使うようになったんです。これ相続もそうですよ、これもともとに仏教の言葉でもそれで、ね、例えば相続税ということが必要になったからね、明治時代に民法が生まれて、ほんで仏教のね、これを勝手に使ったんです。ほんとはこれお経の言葉ですよ、うん、そんなのがいっぱいある、ね、仏教の言葉をね借用して一般のね日常会話として使うようになった。言葉がなかったからね。でこの木の本来の意味はね、人の幸せを我が事のように喜ぶ、これがこの木の心ですね。共に幸せを喜ぶ、そうするとこの嫉妬がね断ずる、なくなったらすごい幸せです。普通私たちはね、嫉妬、これは質はこれソネムという感じ、とはこれ妬むという感じね、まあ特に女性には失礼だけどね、女性の女偏がつけられてね、まあ比べたら多いのかもしれませんけどね、でも仏教は平等思想なんでね、まあ、ちょっとこれ問題あるかもしれませんけどね。でしかもこれね、女の病なんですね、病気があって矢ですから、矢を放ってえい苦しめと、幸せをね、もう幸せと喜べない、人の幸せを、だからソネミという心が起きる。またね、幸せが許せませんから、人のだから意志と意地を使ってね、妬むという使うんですね、妬みの心、これをねなくす特効薬がムディターだと、ね、なかなか日本語にぴったりする言葉ないんでこの字を使ったんだけどね、このムディターはあくまでも共に幸せを喜ぶ心で、これを分かりやすい言葉で言ったら ね願い事が叶えられますようにという言葉で表す。まず私の願い事が叶えられますように、私の親しい人たちの願い事が叶えられますように、また生きとし生けるものの願い事が叶えられますようにと、これを意識してね、最初は空回りしてもいいですから、それをね自分の念にする、念とねなるところまでね、繰り返し繰り返し意識してね、念ずるようにトレーニングすると、やがてこの心も育つんです。私はやっぱりね、聴聞してやるのがいいと思いますね。これ全然聴聞せずにね言うても全然ね、あんまり本当にねならないかもしれません。やっぱり教えの理解が大事なんで、やはりこういう聴聞をこまめにしてこれを実践すると、だんだんね私は変わっていくと思いますので、やっぱり一番はやっぱりね、しっかり教えを理解する、教えを聴聞する、そして同時並行でね、このお釈迦様のね、この自力者の実践をね、されたらいいんじゃないかなと思います。で4番目、まあ、これが一番実は難しいんですけどね、ウペッカーとお釈迦様もおっしゃって、平静
中立、全ての生命に対して無執着の心、敵味方好き嫌いの心がなくなった、分別心のなくなった心を者と言います。これは無関心じゃありませんからね。このその全ての生命に対して、ね、苦しんだり喜んだりするね、アップダウンのなくなった状態で冷静にね、人々の生命を冷静にあるがままに見ることができるからね。だからこの者はね、知恵とも言えるんです。喜びもない、苦しみもない、アップダウンよりもね、はるかもっと高いレベルの、これ心なんです、実は。だからまさにこれはね、知恵と言ってもいいんです。だからこの者のウペッカーという心のですね、瞑想の言葉はですね、悟りの光が現れますようにという言い方になるんです。まず私に悟りの光が現れますように、私の親しい人たちに悟りの光が現れますように、生きとし生けるものに悟りの光が現れますようにと。悟りはね、やっぱり光で感じるんです。闇が破れるみたいな感じでね、光が差し込むような感じで真理が見えるんで、昔から、こういうね、言い方をするんですね。でこれが、悟りが開けたらまさに分別心がなくなる、全ての生命は平等であるということが分かるからね。だから好き嫌いの気持ちもぐっと減りますし、ね、敵味方のね、概念がなくなるんです。みんな家族じゃないか、みんな同じじゃないかと、生命はね、そういう尊い心が起きるんです。そこまで育てていきましょうと教えるんですね。まあ、一応これはだんだんレベルが高まっていくというふうにも味わってもいいし、またこうも教えられますね。これはね、皆さんね、仏性といってね、皆さんにはね、仏種があるからね、必ずね、絶対どれかがあると思うんです。ただ人によってね、やはり得て不得てがあるから、強弱は人によって違うと、こういうふうに言われます。ただ仏教ではね、あなたのね、できそうなところからやったらいいですよと言ってくださるんです。もしあなたが ね友情を大事にするならばね、まず自の心を育てていきましょうと、ね、友情を大事にするならば自の心をね、しっかり育てていく、ね、あるいはね、やっぱり私はね、人の苦しみ悩みほっとけない性格ですと、ならばそれはそれで素晴らしいから、火の心、カルナーの心をですね、育てていきましょう。これもいいですよね。あるいはね、私はね、みんなと一緒に喜びたいんだと、ね、仲間と一緒に、みんなと一緒にね、幸せになりたいんだと、こういう人はですね、この心をもっともっとね、育てていって広げていけばいいですよね。あるいは年配者であればですね、もう人生経験も豊富でね、もう割と冷静にね、落ち着いて物事が判断できるとなったらね、冷静な心で平静な気持ちで執着を離れた、そういう、心をね、もっともっと、育てていきましょうということでね、ここから入ってもいいと。まあ、その人のね、得て増えて性格にもありますから、だから伸ばす、長所を伸ばす形でどこからでもね、始めてもいいと、こんな言い方もします。まあ、これいろんな解かれ方があってね、とにかくこれをね、これが皆さんが幸せになれるね、大きなポイントですから、一応皆さんはこれね、これありますから、これを幸せの暗証番号と言います。ちょうど今のね、 ATM はね、4つあるんです、ね、ピッ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 と4つありますよね。でもね、私たち皆さんにはね、生まれた時にね、これあったのにね、暗証番号忘れたそうです実は通帳結構皆さん宝物あるんですよ、幸せなる宝物あるんだけどもね、これ忘れたんで出てこなくなった。これしっかりね、思い出して暗証番号しっかり覚えて、ピッピッピッとね、これを育てていけば宝物が出てくるかもしれませんよね。まあないかもしれませんけど、多分あると思います。だからこの心育てていけばね、本当にね、人格が凡夫からね、菩薩の人格、やがて仏の人格へと ね、どんな人もこれ可能性はありますから、ね、仏教は無我といってね、固定不変な心はございませんから、だからいくらでもね、トレーニング次第でこれは
はね育てていけますから。だからねこの4つの項をねこれを大事にしていってください。